こんにちは、スタルケルです。皆さん、こちらキャップ革命ボトルマンゴッドキャップシリーズの商品がめちゃくちゃね発売されておりまして、僕のチャンネルではねいろいろレビューしてますので、ぜひ見てみてください。で、今回レビューするのはこちらです。 BOT50 サーメッツ G です。それでは見ていきましょう。ということで、こちらね、ゴッドキャップシリーズのサーメッツ G という新たなボトルマンになっております。で、これ実はもう最初の頃サーメッツね出てたんですよね。で、 DX では確か出てなくて、でもうその復活っていうことでもう激アツになっております。で、スピードタイプですねのボトルマンになっております。裏はいこんな感じですね。はい、このマガジンにね特徴があるっていう感じになっております。で、ちょっと開けていきましょう。カッターを使うときはみんな気をつけましょう。はい、さて、中身をね取り出していくと、はい、もう詰まりに詰まっております。あ、うわ、このコアボトルクリアなの嬉しい。はい、ということで取り出していきましょう。それでは中身を取り出してシールを貼り終わりましたので組み立てていきましょう。まずはこの G コアからいきましょう。このコアボトルがね2つに分かれてるっていう、このフロントとリア、前と後ろで分かれてます。で、このスピードタイプのこのローラーがね最初からくっついてるっていうね、いいですね。はい、で、これをこうやってくっつけていきます。はい、で、こうやって、はい、カチッとね、これでフロント完成です。で、次後ろですね、これ引っ張って取ってあげて、こっちですね。はい、このはい、この、はい、隙間が空いてる方をこっち前側にしてこう差し込む。で、はい、ここに、はい、こうやって入れます。で、この時にバネは絶対もうこっち後ろにこう引っ張って巻き込まないようにしましょう。で、そしたら上からこれをカチッと、はい、締めてあげると。はい、で、最後後ろからこれを、はい、挟み込んであげれば、はい、これで、G コアのリア部分ですね。はい、で、これをそのまま、はい、くっつけたら後ろの方を下に下げると、はい、これで、はい、コアボトル完成になります。このワンハンドトリガーがもうめちゃくちゃかっこいいと。で、あとは、はい、まずこの足の部分ですね、前にくっつけてから後ろパチッとくっつける。で、次腕ですね。はい、こうやって横にくっつけてあげて、反対側もくっつけてあげて、次頭ですね。で、頭は、これがこっち側ですね。はい、で、こうだ、まずはこっちの顔をくっつけてあげてから、はい、これを差し込んであげると。はい、で、このキャップを上からくっつける。うわ、キャップかっこよ。このロゴとか、あとこの色めちゃくちゃかっこいい。で、この今回からこの額に宝石がね、はい、で、宝石が光るようにしっかりとこのメタリックのシールが貼られているので、くっつけてあげて、うわ、めちゃくちゃキラキラしている。で、これをここに、はい、顔くっつける。で、はい、このツーウェイサーバーですね、これをくっつけてあげて、はい、2つパカッとやってカチッとねしっかり止めてあげましょう。で、これに、こうだからこっちにしようかな。はい、この自分がやりやすい方向に、こう好きな方向にねできるので、寄ってくっつけてあげて、後ろに、はい、このまま、あ、こうか逆だ。はい、こうやって、はい、こうですね、くっつけてあげれば、はい、これでサーメッツ G になります。かっこよすぎる、これはさすがに。うん、ということで、いや、この後ろのこのツーウェイサーバーのこのうねりもなんかかっこいいし、このやっぱこの後ろのトリガーねめっちゃいいですよね、打ちやすそう。はい、で、無印時代のね
初代サーメッツと比べるとこんな感じになっております。いやなんかこうやっぱ最初のはこう可愛げがありますよね、めちゃくちゃ、うん、まあ、その中にこうかっこよさもあるんですけれども、やっぱ今回のね G ゴッドキャップシリーズからちょっとねこう大人っぽさプラス、まあ、この瞳があるっていうところでこうなんかしっかりとこうキャラ感というかね、うん、愛着が湧くような見た目になってるっていう、はい、お待ってこれサーメッツのキャップのこれ一緒だったんだ、これちょっと激エモっすねこれは、はい、うわということでこの元々サーメッツってこのダブルスプリング、このスプリング2つついててこう高速連射できるよっていうねあの持ち味だったんですけれども、今回からこちら片手打ちでこのサーバーはこのどっちにもねあの向けられるよっていう、で3連射決められるっていう感じのスピードタイプに変化しております。まあ、ということでね、はい、早速やってみましょう。それでは実際にねこちらのターゲット倒していきたいと思います。ちょっとまずは無印のサーメッツで、いきたいと思います。はい、それでは行きましょう。ダブルスプリングの威力いきます。おー強い。それでは次はこちらサーメッツ G でやっていきましょう。うわ待って、こりゃスピードタイプですね、めちゃくちゃ速い。はい、ということでちょっと今回は公式競技ね、やっていきたいと思います。今回何に挑戦するのかというと、はい、こうやって並べまして、これ実はあの2人で対戦する時の競技なんですけれども、ちょっとそれ1人でやっていきたいと思います。でこれの名前がスピードシューティングっていう、本当にスピードタイプが得意な競技になっております。本当はこっちにもターゲットを置いて2人でこの早く4つ倒して最後にこれ倒した方が勝ちっていう競技なんですけれども、まあ、今回1人でこれをあのタイムアタックとしてやっていきたいと思います。ちょっとまずはこっちの普通のサーメッツでやって、で次こっちのサーメッツ G でやってどれくらい早くなるのかみたいな感じでね。それではいきます。レディーキャップボトルバトルゴー。よし1個目、やばいめっちゃ引っかかってる。はい、2個目。あ、順調順調。はい、うわやばい、うわ外した外した。よしよし、ラスト OK。 そしてうわこれがむずい、これがむずい。よーし、はい、ということでまあタイムね、はい、こんな感じになりました。いや結構早かったんじゃないですかね。やっぱ打ちやすいわこのサーメッツ、うん、こうスプリングが簡単に戻るしね、はい、という感じです。それでは次はこちらサーメッツ G で同じ競技をやっていきたいと思います。それでは行きましょう。レディーキャップボトルバトルゴー。うお、やばい取れた、やばいやばい、サーバー取れちゃった。はい、よし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 、オッケーオッケー、ラスト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 、オッケー。そして最後、うわ、え、飛ばない、上に飛ばない、うわ、え、うわ、足りない、オッケー。はい、ということで、いやちょっとこれね、もしかしたらこの状態だとあの攻撃力というかパワーがね足りない可能性がある。はい、ただしこの、ボトルマンキャップ革命ボトルマンゴッドキャップシリーズの素晴らしいところって、はい、このちょっとパワー足りないなって思ったらこれをこうやって、まあ、パーツ外してあげて、でこれ全部外してあげて、ここね、はい、このように分割して分けてあげて、このスピードタイプのホールドパーツからこちらパワータイプのホールドパーツに変えてあげるっていうことができるので、これでカスタムしてあげることによってなんとサーメッツは、このパワータイプのホールドパーツに加え、こちらスピードタイプのマガジンをそのまま使うことができるっていう、このパワーとスピードを
両立させることができるんですよね。これがこのゴッドキャップシリーズのすごいところなんですよね。はい、じゃあこの生まれ変わったサーメッツ G でちょっともう一回やっていきたいと思います。同じ競技ね。はい、それではやっていきましょう。レディーキャップボトルバトルゴー。うわ、ちょっと待ってすいません、ジャムりました。それでは気を取り直してもう一度いきます。レディーキャップボトルバトルゴー。うわ、ちょっと待って、威力半端ない。やばいやばい、めっちゃ飛ぶめっちゃ飛ぶ。うわ、頭も飛んだ。うわー、当たったのに。うわー、ラストやばい。ラストが、うわー、まあよしとしよう。まあよしとしようか。はい。まあという感じで、ちょっと今のパワー見ましたか？めちゃくちゃパワー上がってると。この頭まで吹っ飛ばしてたんで、もうちょっとこれ付け方がちゃんとカチッてはまってなかったんで、ちょっとあれなんですけど、はい、皆さんはちゃんとカチッとね、なるまでつけてあげましょう。このサーバーもね、ちゃんとバッチリ固定してあげましょう。はい、いや、これはすごい。このパワータイプのね、パワーが強いまま3連射できるっていう、これめちゃくちゃ魅力的ですね。いや、この新しいで、ね、この交換できるってギミックのおかげで、やっぱ今までだとスピードタイプちょっとパワーないなみたいなね、終わってましたけど、今回ので化けましたね、めちゃくちゃ。今回のこのサーメッツ G もね、はい。まあ、ということで、まあ、今の見てもらったら多分わかると思うんですけれども、まあ、サーメッツ単体買いもちろんありなんですけれども、こちらドラグルと G と合わせることによって、より最強のサーメッツ G が完成するっていうね、ことが皆さん分かったんじゃないでしょうか。あとはこの競技セットについてくるこのシルバーサーメッツ G ももう激烈にかっこいいので、これもね、ほんと好みの方をぜひ皆さん買ってみてください。はい、ということで、今回の動画はこの辺になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルキルでした。